内里教会内里教会は大韓民国のメッソジスト教会である。インチョン広域市中区内道に位置する。韓国でも最初期からのプロテスタント教会の一つであり、信者は韓国の主に教会とも呼ぶ。韓国最初の初等学校とされる英華初等学校を設立するなど様々な部門で韓国最初の記録を持っている。内里教会は 当時から教育と宣教を合わせて進めており、開花期の大韓帝国に新しい文物をもたらす一翼を担った。元の教会を崩し、1901年12月に、レンガ作りの十字型の新たな建物を建てたが、1955年にはそれを崩して、再び新たな建物を建築し始め、1958年12月22日に新築奉建し、 その後にも一度の改築を行って、現在の姿の1 0 0周年記念礼拝堂が完成した。現在は、1 0 0周年記念礼拝堂と2011年に新築したアペンゼラービジョンセンター、2013年に新築した十字架、K ウエスレイ礼拝堂と合わせて3棟の建物を使っている。1999年には、 社会福祉機関の内里療養院を設立して、身寄りのない老人たちを助けている。近隣には、聖公会の教会である、聖公会内道聖堂がある。内里教会は、選挙100周年記念礼拝堂とアッペンゼラービジョン、センター、十字架系ウェズリー礼拝堂を使っている。これら三棟の建物は互いにごく近くに位置しており、信徒が色々な用途で容易に使うことができる。 不教100周年記念礼拝堂で、手術礼拝と水曜礼拝、金曜徹夜礼拝、明け方祈祷会など多くの礼拝が行われており、十字架、K ウェズリー礼拝堂では、手術青年礼拝が行われている。アペンゼラービジョンセンターは、地下を含めて、合計9階の規模を有しており、その名にふさわしく教会学校の礼拝と、青年会の集いに使われている。 アペンゼラービジョンセンターのビジョンホールは外部の行事を受け入れて使用させることもある。経費都市線東新川駅、首都圏電鉄1号線。ありがとうございます。